はい、レオンチャンネルです。5等分の花嫁のフィギュア、開けていきましょう。急にどうしたって感じだけど、あ、2の僕、2の押しなんすよ。何かの動画で僕、5等分の花嫁、原作持ってて、アニメも見てて、2のいいよね、みたいなことを言ったんだけど、それをさ、僕の友達が見てたらしくって、うちにプライズフィギュアの5体1セットがあるから、あげるよって言って送ってくれた。これあれでしょ プライズのさコアフルシリーズってやつでしょコアとなるキャラクターをカラフルに可愛く立体化ってやつで5等分の花嫁って言えばこの5つ子がねもちろんコアとなる5人ですから5体全てが一気に商品化されたってやつだこれ結構今も高くなってるはずだけど普通にあげるよって言ってしかもこれ未開封だしで僕は五等分の花嫁はアニメ組でアニメから入ってでアニメ日記で ままで見見てて劇場版ねね実はね、ま、だ見てないんですよもうネタバレ見る前に先にも読まないとと思ってアニメのその続きの劇場版を待たずに原作全部買って最初から読んでてか作品によってはこれはアニメの方が表現すごくていいよねみたいなやつあるじゃんあのね五等分の花嫁は正直原作を買ったら圧倒的に原作の方が良かった5人の中では二の推しなんだけどあすごいこれ2のしかも 紙ロングじゃん。切る前じゃん。いや、ニノはさ、あ、ちょっとこれ、もう、少し内容に触れますから、五等分の花嫁まだ、 今後見る予定だよ見てないよっていう人は、見てから、この動画見て。内容に触れるから。そう、原作で最後まで見て、あ、なんかこの子とくっつくんだってなってから、最初から見ると、その伏線がブワーって張ってあって、進撃の巨人みたいな。最初から伏線めっちゃ張ってあるみたいな。で、それを解説する YouTube 動画とかもたくさんあるんで、ぜひ見てもらえばいいんだけど、で、なんかこう、表向きには、好きになる順番って風太郎のことを、まず見くじゃん。 でその時イチカじゃんでその後ニノなんだけどこの二人がモヤモヤしてる間にニノを結構遅めに好きになったのに一番最初に風太郎に告白するんですよなんかもうそういうスピード感とか攻めの姿勢がラブコメには珍しくてで答えを保留されたあとも結構ガンガン攻めるみたいなこの二人こうわちゃわちゃみたいなね読んでると明らかにミクが一番人気キャラだろうなっていうのは分かっててっどんどんね性格が 変わってく一番なんか変わってくのがこのミクで。確かに漫画的にはなんかこう、こうビジュアル的にはメインヒロインはどう見てもいつきなんだけど、これ髪飾りだけじゃなくってさ、髪型も星型になってるんだってね。なんかね、考察動画で見た。で、四つ葉はさ、この襟のピょコとリボンのピょコで四つ葉を表現してるとか、ニノは蝶の羽が開いたような髪飾りで2位で、 羽が1枚2枚でね。で、イチは1で右耳にピアスが1個相手で1っていうらしいです。ミクは3で三角のヘッドホンをはめてるんですよね。じゃあ開けてこう。で、今更さ、ポッパルのフィギュアとかを欲しいなと思ったらもう超プレネ化してて、一応12月発売で再販のものが出るんだけど、ちょっといい感じのいいやつのフィギュア欲しいなって思ってたから、あーすげえ すっげえこれプライズだぜあちなみに5つ子みんなプロポーション抜群なんだけど、いつきーは食いしん坊キャラでドメスティックバイオレンス肉まんお化けとか言われてましたよね。いやでもね、ほんと漫画版がかなりいいんで、ぜひまだ読んでない人はマジで誰が選ばれるかをハラハラドキドキ読むのがね、いいっすよ。また主人公のね、風太郎 がね、いいんすよね。あー、四つ葉、かわいいね。五つ子だから同じ顔のはずなんだけど、全然違って見えると。ちなみに漫画内では主人公ですら五つ子が全然見分けられないっていう設定ですね。なんか聖地もあるらしいんで、行ってみたいな。ちなみにミクの声優さんはラブコフの伊藤ミクさんが、 偶然だってね、ミクがミク役で当ててるそうですが、すごいなぁ。やっぱ結構いろんな種類が出た後に出たフィギュアかな。で、ここにキャラクター名が書いてあるわけね。中野ミクで。で、3とかだ。そして僕の推しキャラのニノ。いや、最終回まで見た後でも、やっぱニノが良かったっすね。 初期ニのというか中盤ぐらいまでのニのですね。まあでもロングの頃にしてはちょっと表情が柔らかいかな。基本ツンツンしてますんで。なんかコラボカフェとかでニノのパンケーキあったら食べるわ。そして一か、女優寮もやっててモってもてのはずなのにやることがちょっと手が込んでるっていう成功法でいかないんですよね。あーすげーなー原作絵っていうかアニメの 二期の作画ベースになってるって感じだな。一期のね、作画がだいぶひどくって、ちょっとなんか原作こんなすごいのにアニメどうしたみたいな感じだったんだけど、二期になってね、原作純教のキャラクターデザインになって、めちゃくちゃいいっすよね。なので原作純教の二期のアニメ作画をフィギュア化したみたいな。あめ めっちゃ可愛いすごいねこのサンプル画像通りだはいということでコアフルシリーズのプライズフィギュア5等分の花嫁を全種一気に入手することができました横に並び立たせた方がいいかな5つ子なんで体型とかは全部同じなんだけど髪型とかアクセサリーとかでビジュアルが全然違いますねもちろんアニメだと声優さんがみんな違うと ちなみに、サイズも、まあ、いつものプライズサイズ相当で、20センチぐらいあるんで、まあ、ネンドロイド、レオンチャンネルとか置くと、これくらいですね、2倍ぐらい違う。パッと開けた感じ、イチカのクオリティが、ちょっと頭一つ抜けてる気がする。すごい似てますよね。ちょっと照れたような、それか、からかってるような顔になってて、アイプリとか超綺麗。いや、普通に、一体、 5、6000円ぐらいのクオリティに見えますが、頭部部分は。まあその分、制服はちょっと光沢があったりとか、さっぱりめかな。で、カーディガンを腰に巻いてて、あ、でも肌もね、グラデかかってるよね。この辺のカラーリングなんかも非常に綺麗だな。 ここのハートの柄自体はどのキャラクターも変わんないと。じゃあ、いつき見ていきましょう。なんか本編ではね、なんか肉まんお化けって言われたり、ぽっちゃりキャラが定着しておりますが、意外とフィギュアで見ると、ほっそりかな。やっぱこの辺は5つ後って感じだけど、ぐるっと見回すとこうで、 クリアパーツだね、これは。クリアパーツから赤色が吹きかけてあって、星型ってことで髪型に5つの出っ張りがありますね。メガネバージョンとか、そういうのも欲しい。五等分の花嫁自体が、これみんな勉強が全然できなくって、これはね、知的キャラっぽく見える、 一かも赤点取りまくりで、その5人を卒業させてくれって言って頭のいい主人公の風太郎が抜擢されて5人の家庭教師になって勉強を教えようとするんだけど、なかなかみんな勉強したがらなくって大変な中、ちょっとずつ関係が良くなってていろんなことがあって、なんとか赤点回避のために勉強を させていくって話なんだけど、同時に主人公の風太郎と5つ子の誰かが結婚してる描写が差し込まれて、最後誰を選ぶんだみたいな。四つ葉は元気キャラなので、それが表現されている動きのあるポーズになってて、ひらっとね、スカートも動いているような造形になっておりますし、四つ葉は黄色いカーディガンを普通に着てるんですよね。いちかは腰に巻いてる、いつきは ピンクのカーディガンを着てると。ニノは何もカーディガンを着てなくって、ミクはブルーのカーディガン。四つ葉だけリボンいつも目立ってんなと思ったら、こっちもそうだけど、これで四つの羽みたいな、そういう風な表現なんですね。はい、髪はクリアパーツで、オレンジ、茶色系になってて、まあ、この元気な四つ葉の雰囲気にポージング非常に合ってるかな。 この辺は軟質で折れないようになってて。でもこの辺のさ、肌の質感とか、ほんとプライズによっては真っ白だったりとかして、いまいちクオリティが低かったりするけど、コアフルシリーズは、マジ文句なし。じゃあミックいきましょう。ぐるっと、見回すとこうで。ブルーのヘッドホンってことは、これは初期ミックですね。途中で水没して、若干形変わりましたもんね。これもう手先がクリアパーツになってて、似てるなぁ。 似てるな、顔。アニメ作画そのまんまだ。少しジャケットを外した感じになってて。ちなみにグリーンとか、こういうところは全部成形色で、白い塗装とか、この白いラインとかが塗りで表現されてますね。そしてミクといえば黒タイツなんで、これもしっかりと表現されてて、履いてて、体型も同じなのに本当首から下が、 ま、首から上もそうだけど、全然違うんだよな。持ってるアイコン的なものが。はい、そして、ニノ。あ、ロングバージョン僕好きなんだけど、やっぱショートの方が、ショートっていうか、まあ、ボブぐらいの、途中で髪を切る長さの方が、まあ、最近のニノって感じかな。そして、自信に満ち溢れてる表情なんかも非常にイメージ通りだと思いますし、ここに、 蝶の羽が要は2枚。ここ触角かな。ニノからのニーの表現ってことっすよね。それが左右にありつつ、四つ葉のレギンスではなくて、ニノはニーソですね。下半身だけを見ても、ああ、こうやって立体物で見ると全然みんな違うんだな、はい。足回りはこうなってて、カーディガンを着てなくて、髪がなびいております。キャラクターと表情が めちゃくちゃ合ってますね。はい、これで全部見ましたが、やっぱね、イチカとミクかな。この二人が、このコアフルフィギュアだと、結構アニメ作がそのまんまに立体化されてるイメージかな。 ぽって感じでポッパりフィギュアをどうしようか、コンプ版予約しようかなって思ってたけど、これがあればとりあえず、何かしらのフィギュアが欲しいなって思ってた、僕の欲望を叶えてくれた感じになってますので、あとはニノの今、花嫁フィギュアが予約開始になってるんで、それをどうしよう、2万円ぐらいするんだけど、それをどうしようかなって感じですね。なので、コアフルフィギュア、めちゃくちゃよくできておりますので、5等分の花嫁のフィギュア発売してると思いますが、とりあえず、超満足度が高かったのと、 この辺のプライズフィギュアとか一番口のこういうのがクオリティが高くていい感じですよっていうのがあればまた教えてください。以上プライズ限定5等分の花嫁コアフルフィギュアの紹介でした。